と、それじゃあね、重複受精とあと遺伝の問題を組み合わさったらちょっと厄介だから、ここでね一応見ておきましょうね。これがめしべで、で中には胚種が胚嚢を包んでいます。そしてこの胚種の、 胚種のこの皮の部分、ね、この皮の部分を主皮っていいます。で中には胚嚢が入ってますよ。で卵細胞がね、卵細胞、花粉がついて花粉管が伸びて精細胞がやってきますね。このストーリーをね、自分で説明できるようになるとすごく力がつくよ。そしてこの花粉の元になったオス側の個体の遺伝子型をラージ A ラージ A として、メス側の、ね、メス側ね、メス側、メス側の遺伝子型をスモール A スモール A としましょうか。そうするとこの性細胞はラージ A ラージ A の細胞が減数分裂してできたものですから、ね、どっちか1個の遺伝子が入っていて、まあ、どっち選んでも、ね、ラージ A2 つ持ってるんだから、ラージ A、ね、ラージ A ず、ラージ A を1個ずつ持ってるのが性細胞で、メス側の細胞はっていうとね、細胞が、ね、これ核がいっぱいでごちゃごちゃしちゃうけど、だけどよく考えてみればメス側が減数分裂で作った4つの細胞、これはどっちか1個の遺伝子が入るんだから全部スモール A のはずですね。全部スモール A のはずですね、遺伝子型は。だけど上3つが退化消失してしまって、この1つだけを胚嚢細胞、この1つだけが胚嚢細胞となって、そしてやがて胚嚢になっていくんだね。核だけが分裂する特殊な体細胞分裂を3回行って胚嚢になるんだね。この核が3回分裂してこの8個になるんだから、体細胞分裂って基本的に中に入っている遺伝子は全く変わらないはずなんですよ。したがってスモール A が入った核が3回分裂して8個になるんだから、全部入ってるのはスモール A のはずだもんね。ここもここもスモール A、ここもスモール 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 A、ね、全部スモール A。 そして重複受精が起こります。性細胞と卵細胞が受精して、これが種子ね、でこれが皮の部分で種子、中には赤ちゃんがいるよ。中には植物の赤ちゃんがいて、赤ちゃんを胚、そして赤ちゃんの周りにある胚乳、胚の遺伝子が、胚の遺伝子型はラージ A とスモール A を持つ卵が受精するんだから、ラージ A スモール A。胚乳の遺伝子型はっていうと、ラージ A とこの性細胞の核、ラージ A が入った核とスモール A が入った核、2つ、この2つの極核、2つの極核が受精するから、ラージ A、スモール A、スモール A。ね、ちょっとね、見慣れないと思うけど、胚乳の遺伝子型はこの場合ラージ A スモール A スモール A になりますね。ラージ A の性細胞の核とスモール A が入った極核2つ、ラージ A スモール A スモール A、 この3つの核が融合して胚乳核となって胚乳を作っていきます。胚乳になっていきます。では種皮はどうでしょうかね。種皮の遺伝子型は何でしょう。種皮の遺伝子型は
主皮が変形して主皮になるんですよ、ね、ちょっとねダジャレみたいだけど、主皮はそのまんま何も受精も何もせずに変形して主皮になるんですよ。そうすると主皮っていうのはメスの体の一部だから、このスモール A スモール A の遺伝子がそのまんま、スモール A スモール A の遺伝子型がそのまんま主皮の遺伝子型になります。この1、2、3点ね、しっかりその原理まで押さえてマスターしましょう。